どうも、こんにちは、ナッチでございます。なんか新しいコロシアムが来るみたいですね。なんだっけ、超重力じゃなくて新しいなんかルール追加されてましたよ。超高度とは高いんですか。回復力めっちゃ下がるらしいです。嫌ですね。ただでさえさ、貴族性が弱いのにどうやって勝てばいいのかと。ねえ、まあ、貴族性で挑んでもそんな見返りはないんですけど、非常にしんどい環境でございます。で、それで萎えていたんですけど、まあ、萎えててもしゃあないんで、もう、頑張るしかない。頑張りましょう。ということで、ペインターズコロシアム行ってみたいと思います。皆さんご存知の通りですね、貴族性の原画師はもうほぼ存在してないと言っても過言ではなく、貴族性の原画師3体いて、レイジはまあもうほぼ闇になっちゃうし、アトリは多色だし、かといってリクトを詰めてもリクト自体は木を生成できるわけではありませんので、まあ、目覚めと落ち込んなしがあるんで、盤面には出てくるんでしょうけど、無効貫通分とか用意すんのは難しいのではないかと思った結果、この編成です。逆にこれぐらいじゃないとアトリ使わないでしょってことでやってみようぜ。ただ壊滅級だぜ。でしかも初ターンから変身ができません。なんかアトリの変身ターンが縮まらなくて残念って言ってる人多かったですね。僕も残念だと思います。この企画において、封印ワール、体力10万だって。そう、原画師の BGM めっちゃかっこいいの。サントラ買って思ったんだけど、めっちゃいいよね。あれ？ BGM 枠っていない？もしかして。めちゃくちゃ、おー、なんかすっからかんだ。BGM 枠ってないのかな？この BGM は普段からマジで使ってないんだけど、あるじゃん。イライザ？イライザが持ってんのかこれ。イライザはね、来週アルテミスがいたら追おうかなと思ってます。で、早速絶望が広がってました。どうしたらいい？どうしたらいい？マジで。リーダーバインドバッチにして、パリン。さっきめっちゃ回復あったじゃん。ああいう感じの盤面だったらいけるよね。何これ、キッズ、早速。もう、ドロッキョなんて知らない。もう弱化なんて知らない。なんでこいつアトリにラジオはつけてんのってね、思ったフレンドの方すいません。だってこんなんだとは思わんじゃんね、一回から。はい、積みです。これもうダメです。負けです。バインド受けちゃうんで。やってられるかだよ、マジ。半減だけで耐えれるかな？無理だろうな。このゲームのさ、特攻ダンジョンさ、使ったら楽になるじゃないんだよね。使わないと勝てないぐらいの火力してますから。ロケットフィンガー。ほら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 。コンテか？回復2列なんてないでしょ、絶対。ほら。2列あってやっと始まるんだよ、これ。無理じゃない？無理だと思われる。ちょっと。ああ、そうか。フレンドにバインド耐性をつければ、いや、でもダメだな。軽減ができんもんな、結局。結局、耐久ができないんですよね、色がなくて。フレンド比。いや、それでもきついな。フレンドに、属性変更をリダフレにして、色だけだ、でも水がなくなるか。無理だな。積んどる？積んどる？これ。一回ぐらいパリンさせてよ。始まらんじゃん。レン出撃するじゃなくて、何やってんのこれ。3ターンだもんね。L 字でもいいんだ。でも、1ターンだもんな。1ターンですもんね。始まらん、本当に。何も始まらん。で、バインドをつけつつさ、
属性変更できる武器が理想。これスキブにしたんですけど、優先は。そういうことですかね。ジャッカドロップっていうギミックがないはずがないんでね、トロキョウはつけていきましょうと。でタイトル戻って、これで覚醒無効とか吸収があったらもう終わり。いや、吸収はまあ耐えればなんとかなるっていう可能性があるから、覚醒無効がやばいだろうな。いきます。あー待って、もうバインドバッチじゃなくていいんだ。無駄なバッチにしました。よし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 、よしでもねえけどな。6ターンは使えないんでしょ。闇属性だけなかったんですよ。闇属性付与しつつバインドつけれる武器なかったんで、闇はもうしゃあないと。だから闇以外が欠損しないことを祈りながらやっていくゲームです。つまりスキルチャージは使えません。6ターンやばくない？あ、無理だ無理だ、それは無理だ。終わり終わった？このゲーム。本当に本当に僕結構真剣だったんですけど、これしかなくないっていう。さあ水がありません。バインド回復はできるんだけど水がありません。原画師の BGM いいよねって話しただけじゃないこの動画。まあ水がないと死にますよね。そうですよね。一回コンテしていい？コンテしたら進めるじゃん、とりあえず。じゃあバインド耐性にしたら意味ないじゃんっていう話にもなるんだけど、一回コンテさせて。実質濃コンという言葉がまあ公式であるゲームなんで、そこは許してくれ。公式配信で許されるんだから、ナチのゲームチャンネルでも許してくれ。可能な限り頑張ってみるけど、死んだ時はもうしゃあないっていう。あ、もう死にましたね、回復ないんで。だからもう潔く死にまして、バインド解いてからがスタート。ここからスキルチャージが始まるよっていう。で、2コンしたら実質ほぼノーコンね。はい、スキルチャージしていきますよ。これでだからあと6ターンぐらい耐え切ればいいんだけど、回復力4万でしょ？間に合ってないっすよね。どう考えても。あ、実質ほぼノーコンは確定かな、これ。ほら、間に合ってないんだ。ああ、そうか。そうか。次死んだらもう、あ、まあまあ、ここで回復ない分にはいいか。スキルチャージ発動しないの痛すぎ。ドン。はい。死が近い。回復全消し死んと間に合わんでしょ、これ。5個消しでようやく、回復の。つまりこれは死なんじゃないか。今までありがとうございました。あと2。もう実質ほぼノーコンとかいらない。じゃあこれスキブにしてたらいけたってことか。まあコンテしてるんですけどね。この人だけ明日のコロシアムやってるみたいなコンテの使用っぷり。よし、何もよしではないが、よし。てかさ、てかさ、今気づいた、こいつ76前提のキャラじゃん。そうでござった、そうでござったよ、皆の者。アトリ使わなすぎて忘れとったけど、この子76前提のキャラクターでしたね。もういい、もう無理なんだ。もうそのリダチェンも意味がわからん、意味がわからん、もうそのリダチェン。今回はだからどうやって勝てばいいんだ。さようなら。石を3個再選したということでね、以上です。だからリクで、つまりレイジがリーダーだったらワンチャンあったのか。いや、ないよな。こいつも変身だからさ、結局。
リクとかだから2体いたらループするわけでしょ。ちょっとレイジとか入れる隙間があるけど、けどだね、こいつも攻撃タイプじゃねえし、ダメだ、ゲンガシはやっぱダメだ。火属性が息をしてねえわこのイベント。はい、ということでちょっと久々にね、あ、このパーティーならちょっと動画になるんじゃないかと思って、挑んでみたんですけど、まあそもそも76前提だった上にやってらんなかったということで、また次回お会いしましょう。